どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか？うかでございます。というわけで、やっていきましょう。今回も、エースコンバット5やっていきたいと思います。とりあえずじゃあ、コンティニューでいきましょう。続きから始めます。When the rescue chopper arrived, そうなんだよ。隊長がね、戻ってくることなかったんですよね。遠ざかる敵の情報戦だけが見えたという。この世の果て平和からの島流しの地であったこの島が敵国に最も接近した最前線基地となった。マジかよ。いやそれはちょっと嫌ですね。なんとも。おお、結構な大音量でナースじゃない。あ、かわいいワンちゃん。これは誰だ、この人が。あ、チョッパーか、この人。本土から本体の中佐殿が来て俺たちの上に乗っかる。はあ、なるほど。また新しい上官がつくってこと。うん、隊長の15年前のハートブレイクの相手。へえ。私の歴史の勉強をその時は味方同士だった。ああ、ちょっと。隊長疑ってるってこと？上層部は。え？スクランブル？うわあ、マジか。また出撃しなきゃいけないのか。まあ、頑張るは頑張るけどねっていう。ファーストフライト、初陣。いやー、なんでこんな、いちいちなんかこう戦争状態になったら、もう最前線は頑張んなきゃいけないのが、まあ当然なんですけど、やっぱない方が、おーすごい！へぇー！リーカの鳴き隊から空中退避。おー、すごいすごいすごい。スクランブル発進して迎撃せよ。うおー！タービンの回転、ちょっと俺も、ちょ、急いで。動け。よしよし、エンジンに火がついた。いいぞ。よし、行け。そのまま上がれ。整備中の隊長の予備機が。上がったらできるだけ早く行動を取る。了解。敵にぶられるんじゃないぞ。敵にかぶられるんじゃないか。うん。第一波。うーわ、もう、迎撃機かよ。オッケー。緊急発進行きます。うおー、うん、さあ行くよ。上がれ。よっとー、よっしゃ。で、急いで、ちょっとコード取って。オッケー。ブレイズ、コード制限解除する。俺たちの基地を守ってくれ。ラージャー。おー、かっこいい。行きましょう。ミッションスタート。敵の爆撃機に向、撃墜に向かえ。あ、今、ん？なんで狙えなかったんだろう。今の敵だよね。ロックオンできてたかな、ちょっと。あ、オッケー、はい。うん、備えておいてよかった。なるほど。うわ、危ない、今。よく当たったな、今の弾。さあ、ちょっと若干こっちも少しダメージ負ったかな？やばい、ミサイルアラート、来い。うん。本体の中佐殿、ほう。あくまで俺らはその一味ね。敵の空襲下には助けろと、はい。それしか言えないのか。ちゃんとした指示を出してくれよ。なんとか維持します。いかなる犠牲を払っても支持してくれ。なるほど、わかりました。いかなる犠牲をも払ってってことはなんかちょっと悲しいけど。武器庫への炎症、そうだね、ちょっと。それだけは勘弁だよ。こう、なんか誘爆とかはまずい気がするから。当たれ！うん、マジか、もう一発。おらー！よっしゃー！はい、オッケー。爆撃機も嫌がる。あいつらの狙いは基地自体の破壊だ。了解。爆撃機があればなおさら撃てば。こいつか？ B16、18か。多分こいつかもしれない。行こう。あー、なんかちょっと大型っぽいな。撃墜成功、敵がこ、撃て。おらー、こいつっぽいな。おらー、あー、むっそ。意外とこれ回答が難しいぞ。でも後ろについた。よっしゃ、行け。当たれ。ヒット、もう一発。くそ、まだまだまだ。
相手は多分図体がでかいからすぐ逃げらんないんだろうな。よし撃墜。そこ、あーチョッパーはそっか、ロックコレクション守らなきゃいけない。ちょっとやばい、コードが、うん、海の上で手前で食い止める、了解。周り右下、やばい、くっ、プルアップ、今危なかった。ちょっと永瀬もちょっと頑張って、いた、ちょっとキャラ変えて、あっちか、 B18 こいつ、うん、先に爆撃の方が早い、これは。うん、やった方が。各機次の爆撃の準備、やばい、来た、滑走路叩いて奴の反撃してない、それは困る、撃ってー、うわー、くそ、一発も当たんなかった、マジか。先に撃つんだ、了解。え、後ろに回った、よっしゃ、行け、おらー、行け、おらー、行くか、よし、行った、オッケー、ネクスト、防火扉だね。うわー、マジか、熱で曲がっちゃう、相当な熱さなんだろうな。おっしゃ、オッケー、着いた、後ろに届け、オッケー、もう一発、お、え、お湯さんが上がる、ほう、止めない、あれを守るってこと、誰だ、誰が引っ張り出したんだ、ほう、お前には無理だと、ほう、何そのちょっと、何そのちょっとガンダム、うわ危ない、うー、今ちょ一気に高度が下がって焦った今、おらー、このまま見てるのか、はい、しかし奴が落とせたらゲームオーバー、了解、それが分かっただけ十分、はい、これ以上離陸を許すな、ならばやっつけて、よっしゃ、オッケー、おっしゃ、よかった、なんとかこう敵の真後ろにつくか、あ、ヘッドオンだ、これ次来るぞ、あ、違う、正面、おらー、あー早い、あのあいつか、ちょっと目の前の、うらー、どうだ、くそ、当たんね、うわー、エンジン音良好、整備編に感謝、これ開いた、正面、うらー、どうだ、うわー早い、うわ、ミサイルだ、回避して、ちゃんと回避するんだよな。おら、どうだ、これは当たれ、よっしゃ、デストロイ、次次、なんか近いやつが来そうだな、これはちょっと木を変えた方が、上から確認、はい、グリム頼むよ、ちゃんと守るから俺が、おら、あっ、しまった、弾無駄にした、もったいね、戻る戻るんだ、どうした、どうしたの、ちょっと、さあこれあれか、あれが爆撃か、おらー、ハイスピードエン、もうエンジン吹かして思いっきり全もう全弾、よっしゃー、よっしゃ、敵撃破、さあそして来た、もう直接攻める、おらー、当たれ、もうよっしゃ、デストロイ、隊長見事、いえいえ、敵が当たり注意しろ、やばいな、F16C、 こいつもやって、当たれ、うん、とりあえずもう最高高度まで行ってくれグリム、その間俺が守るから、上がった、よっしゃ、うん、そう、チョッパー守って、うん、おら、どうだ、うー、難しい、おお、本機はこれよりウォードク隊に加える、ほう、グリム、なるほど、これからウォードク隊と、おら、ブレイズ、彼を頼んだ、了解、ブレイズ了解、さあ当たれ、真後ろだから生きる、よっしゃ、撃墜、うん、サンド島燃料がない、着陸許可を求める、こんなの上でだから着陸許可どころじゃないんだよ、ほら、これはちょっと避けられそうだな、当たった、よっしゃ、もう一発、よっしゃ、撃墜、あと3機あともう数ないったんじゃないか、これやったんじゃない、これ多分、あ、いるな、まだ、うん、中佐が落ちた、マジか、第3波接近、了解、ミグ当たるか、これどうだ、あー、なんかちょっと射程外か、うーん、あれ全部敵機か、ミグ、あ、違う、 B18、 とりあえずこのなんとか空、先に
こいつら落としてほらーってあーもちろんよっしゃデスロイ射的レーダーから気をつけ了解やばいちょっと危ないかもしれないこれミサイルアラート当たるかよっしゃ回避お今チャンスほら後ろについたミサイルアラート怖いけどなんだかよっしゃミッションあクリアしたよっしゃ爆撃機の全滅を確認あぶねえ。はい。やったぜ。結構な高度に来たな、俺。僕はうまく飛びたいでしょうか。あ、よくやったよ。ん?トリクルシクロでよかったぜ。グリムやるね。さあ、みんな帰ろう。ここが僕らの基地なんだね。はーい。なんとか頑張りました。お、着陸チェックを実施する。着陸、お、着陸はやってみたいな。頑張りましょう。スピードは出さない方がいいのかな?真下、あれか?あれに着陸するんだな。スピードをゆっくり下げていきましょう、ちょっと。できるだけバウンドしないように。はい。右旋回の、しっかりと正面から行く感じにしましょうかね。こうかな?よいしょ。オッケー。ちょっと危ういか?はい。集中しよう、集中。ここ。ここ大事。もうちょっと曲げて。OK。はい、ゆっくり行こう。はい、減速、減速、減速。OK。はい、スローダウン、OK。100キロで。よっしゃ、ゆっくり行こう。はい、ゆっくり。はい、よいしょ。逆噴射間に合え目視で着地してよ。あ、でもまずい。よーっと、止まれよっしゃ。いい腕だ、ブレイズ。ありがとう。今のはでもちょっと着陸としてはちょっとなんか不安定だったかな。まあ、バウンドしなかっただけ良かったかもしれませんけど。よっしゃ。どうへぇ、ちゃんと着陸のリプレイも見せてくれるんだ。まあ、あ、ちょ、かっこいいね。今のウォードックの、ウォードック隊の、あれですかね、エンブレムみたいな。こう、これね、シビアですよ、やっぱり。これ、一人称視点でやりゃよかったな、どうせやったら、これで。あこれなんかすごい着陸っぽい感じだったんですけどね、ちょっと。じゃ、これで見ましょう、着陸の瞬間を。我ながらうまくいったんじゃないかなとは思ってるんですが。ゆっくりゆっくり着地、焦んなくていい、焦んなくて。で、もう、で、ディスプレイオフにして。おー、あ、うわ、すごい、結構リアルだね。うん。あーちょっとここで浮いちゃったんだよな。で、それでゆっくり。で、おー、いった。お、でも意外と、うん。意外と落ち着いてますね。ちょっと、ま、ところどころ煙が上がってんな、これ。あー。まあ、一応、これで到着という感じでしたね。なるほど、もうちょっと練習して、もっと綺麗に、なんか、着陸できるように頑張ろう。壊滅は免れた。なるほど。最前線だからな。うん、急ピッチで進んでると。なるほど。まあ、それは仕方ない。あ、新機体ショップ。そういえば新機体の方見てなかったな、全然。新しい機体何があるんでしょうか。お!まあ、見れるんだったら見たいな。一夜明けた。おえさんが、ことも投げに帰ってきた。ほう帰ってきたの。開戦からまだ17時間。うわぁ、ユークの作戦はオーシアに。あ、もう反撃の余地さえ与えないんだ。それは困るな。え、帰ってきたの隊長。私には諜報範囲、報道範囲か。なるほど。こんなものを取ってしまう。いやー、何を取ってんだよ。あら。本に何かを書き込んでいる。何かこう、ミステリアスな感じだね、どこか。ああ。きっとそうなのだろうと。彼らっていうのは我々ウォードック隊のことなのかな、おそらく。よっしゃ。
とりあえずクリアと。じゃあね、どうしようかな。14分。まあ、じゃあ次回行きましょうか。次回ね、また、次のミッションやっていきたいと思います。お楽しみに。じゃあね。甘い球だったように見えた。だがさあどうだ、さあどうだ、あーくそくっそ、今のよいしょ、今度こそ行け行け、行って行って行って、やったーついに来ましたー、風見ついに初ホームラン、皆様お待たせしました。これか、これがコメントで言ってたライナー性のホームランってやつだね。打てるんですね風見、今まで打て